非常に伝統的なものが好きで、そういうものを模倣して作っていたんです。というのは他の人の持ってる要素を自分の中でアレンジしてるだけであって、それ自体は自分のものではない、どこまで行っても追いつかないし、それでそういうやり方をやめて、生まれ育った出雲という風土の中から自分が今まで蓄積したものというのかな、子供の頃から見てきたものであったり、そういうところから自分の内面から出てくるものを作品化していく、そして表面的装飾をやめてフォルムだけで見せていくという形に変わって、今作っているのが K というシリーズなんですけど、これは水がたまらないようになってるんですね。造形的にまず考え方としては、そこからの変化は底をなくすということを考えたんです。一つはで、底をなくすと立たないので、まず一本の線にしたんです。線では立たないから R をつけて、そういう形になってるんですけど、どれもここあたりのはそうなんですけど、一本の線から、二つの面が立ち上がって空間を作っていくというフォルムで、あとシンメトリーをなくすということをテーマとした造形になっています、この K というシリーズ。まあ、僕は面白いと思うんだから、世界に一人ぐらいは面白いと思ってくれる人がいるんじゃないかなというところ、そのぐらいな感覚で作ってるんです。結局は自分が欲しいもの、自分が置きたいものというか、欲しいものを作ってるだけで、特定の誰かをターゲットにこう作ってるというのではないんですよね。